サトチューンチャンネル一人飲み会ということでね、今回はブルボンプチピザポテト味、まあ、食いながらね、まあ飲み明かします。はい、2本目、どっちかな、レモンにしようか。いや、もうこれでいいか、これでしょ、グレープでいこう。はい、はい、今日もね、今日もじゃないわ、グレープをフルーツをね、水筒飲みします。この水筒の中はね、氷が入ってまして、氷で割ってね、まあ、缶チューハイを飲んでね、まあ、チビチビ飲もうよというところですよ。1本85円のね、安い缶チューハイをさ、まあ、氷で薄めてチビチビ飲むというね、まあ、貧乏飲みの極意でございますね。はい、これもこれから。ああ、ほんとね、今日はなんだ、何の話があったかな。今いろいろねあるんだけども、ちょっとまあ本当ね、雑談でいいですか。これね、他のチャンネルなのでね、江田島 TV さん、同じ富山のYouTuber さんなんだけど、最近弥生県にハマってらっしゃるみたいで、この話面白いのかな。弥生県っていうお店ね、定食屋さん、うん、そこにハマってて結構ね食べに行ってると。でしょっちゅう行ってるもんだから、リスナーさんにばったり遭遇しちゃったっていうね面白いですね。そんな話は、ね、分かるかな。江田島 TV さん知ってる？知ってるかな。結構ね、地元では有名 YouTuber さん、まあ、僕も面白いと思って見てるからね、うん、どれぐらいいらっしゃるかな。はい、ポテトチップス。うん、そうそう、あとね、同じね、富山だと思うんだけど、北陸 YouTube っていう、ところ、チャンネルさんもあるんですよ。こんなのあるんだと思って、で、この後コメントしたらですね、返答もくださいましてね、ありがたいことでね、うん。まあ、富山、北陸の YouTuber さん、なんかね、面白いね、なんか。うん、今ね、僕ら富山では、イケケンさんとか、タカジンさんとかね、まあ3人でこう、こじんまりやってるけども、まあなんかこう、見たらこう、いろいろいらっしゃるんだなと思ってね、いっぱい。面白いよね、地元 YouTuber。うん、そして、これ安住さんね、安住さん、インフルエンザで動画投稿お休みをいただきますってことで、大変ですね、でもね、うん、風邪ひく、インフルエンザでね、うん、まあでも思ったのはね、真面目な方だなと思ってね、仕事、会社を休むから、YouTube も休むと、まあすごい姿勢ですよね。うん、うん、まあその辺こう自分のことしか考えてない僕にとってはね、まあ、爪の赤を煎じて飲まなきゃいけない安住さんね、うん、安住工場委員会、うん、安住さんすごいな。赤こう、最近実用太郎さん動画作ってないんだよね、うん、お休みしてる。1年ぶりにね、 YouTube に帰ってきたっつって、まあ最近こう積極的に動画上げてたけど、やっぱ長く動画を作り続けるっていうのはまあしんどいよね、うん、
ネタがなくなったってことなんだけどね。いやでもな、実用太郎さんが生きてるだけでもネタだと思うよ。ネタがなくなるってね、ネタがなくなるってね、ちょっとまあこれね、ごめんなさい、これ今こう、これは僕がこの後こう公開していく動画なんだけど、ネタがなくなるってね、なかなかその感覚ね、申し訳ない、自分はちょっとねよくわからんのですよ。ネタがなくなるっていうところですよね。偉そうにさ言うわけじゃないんだけども、やっぱ日常生きててってさ、なんかこうあっと思うこととか、あのなんかあるじゃないですか、なんかあのだからツイッターでつぶやいたりとか、インスタグラムでアップしたりとかっていうのがあるでしょ、うん、それを動画にしてるわけですね、僕の場合はね。インスタグラムとかツイッターじゃなくて YouTube っていう媒体を使って、日頃こうふと思ってあっっていうのをまあ動画にして公開してるというスタイルかな。だから日常を生きててネタがなくなるっていうことはなかなかね難しいんじゃないかな。まあむしろですね、私の場合はなるべく1日1公開にいかにして抑えるかというのが、まあ去年からのテーマで、やってます。1日1本だけ動画を公開する、なるべくそういう風にしたいと思ったんだけど、とりあえずですね、そのことをしてるとですね、1日1本公開だと、まあ、動画バーッと作ってさ、もう来月のさ上旬ぐらいまでの動画がもうアップしちゃったんですよね。もう作ってアップしちゃってる。で、まあ今こうやって飲んでさ、で、この動画もまあ順次公開されていくんだけど、今日撮ってる日は1月16日だけど、これ公開されるのいつなんだろう、2月の半ば ?1 ヶ月ぐらいかかるわけですよね。うん。はい。だからなるべくその、まあまああんまり作らないようにする。まあ、車種選択するってこと。もう我慢できないからね、作っちゃうから。うん、何でもいいんだよね、別にね、思ってることを。だって会社じゃないんだから、 YouTube は自分が思ったことを発言すりゃいいと思うんだけど、まあそれはね、あれですよ、あの犯罪みたいなやつはダメですよ。あの人を傷つけたり誹謗中傷したりとか、そんなことをやるのはダメだけど、そうでなければ別にね、そんなにきっちりしなくてもいいと思うんだけど、うん、テレビとは違うしね、テレビみたいにきっちりかっちり作り込むっていうのとは、あつしくん電車すごいな、なんかいろいろ撮ってるね、大阪線。あ、ほんと電車好きなんだね、こうやっての。電車 YouTuber。最近、ハマってる。あ、上田正俊さん。上田正俊さんですね。うん、この方はアフィリエイトやられてるのかな。うん、YouTube 動画もやって、ブログとか、まあ、アフィリエイトで生活してるっていう、まあ割かし自分も半分近いんだよね、こういう系の人になるわけだよね。まあ自分もそんな風になるとは思ってなかったんだけど、まあ、インターネットで生きていく、インターネットで収益を上げて生きていくっていう会社勤めじゃなくてね、うん、ぶっちゃけ言うとインターネットで生きてる人って俺も含めてだけど、やっぱ社会から挫折してんだよね社会から挫折してるんだよ、多かれ少なかれと思うんだけどな。社会から挫折してて行き着く先に YouTube があってっていう、この辺が
ちょっと違うのかな。YouTuber、僕は YouTuber、自分のことは YouTuber だと思いますよ。YouTube 好きだからね、自分は。まあ、とにかく YouTube というプラットフォームがものすごい好き。今やってる YouTuber の皆さんであったりとか、この YouTube っていうプラットフォームね、Google がやってる。これが好きですね。これがものすごい、これは文化が自分の肌にすげえフィットしてて。自分は YouTuber だと思う。でも中には、別に自分は YouTuber じゃないよね。でもたまたま、その動画を作ろうと思った場が YouTube だったっていう、そういう方もね、いらっしゃるね。俺は YouTube 好きだから YouTuber だよ。YouTuber だ。ってとこだね。YouTube の仕組み？なんか設定画面とかページとか、なんかそれが自分の、スキルに、自分のスキルでも操作できるっていうと、難しくないんですよ、YouTube は。簡単。簡単にできる。僕みたいな情弱な人間でもできちゃうから。っていうのもあるしね。あと吉田さんも面白い。吉田さん。吉田さんはもう、吉田さん、小屋暮らし。小屋暮らしの吉田さん。すごいよ。千葉で土地買ってさ、自分で小屋建てて、井戸で水道掘ってさ、で、インフラ整備して。まあ、あと、電、えっと、コンセント。コンセントだけは、地元の電力会社にお願いしたんだけど、それでもどうですか？すごいですよ。自動販売機の契約？ 5 アンペア？今ちょっと違うのかな？普通だったら自動販売機で契約するようなもので、まあ生活してると。ああ、すごいね。まあ、宅地を買ってね、生活してるって。そうなると町内会にも入んなきゃいけないんだけど、まあ、入ってないっていうところの、その辺のさ、なんかこう、葛藤みたいなところもね、あるから、なんか、面白いよね。やっぱり日本で生きていくっていうのはね、やっぱりちょっとそれなりに大変でね、なんか。この辺で話をやったりとか。あと、葵さんですよね。葵プロジェクト TV さん。昔からね、お付き合いのある方で。この人もなんで整形してるんだろう、生きてるんだろうってね、すげえ不思議に思うんだけどね。要はやっぱり100%会社員じゃないですよ。会社員とかどっかアルバイトしてるとかそんなんじゃなくて、100%インターネットの世界で生きてて、まあアフィリエイトでやったりとかね、そういうので生きてる。例えばこうアプリを開発したりとか。それでもさ、生活費はかかると思うんだよ、結構。アパートで暮らしてさ、家賃払って。自分の場合は B ライフだからさ、普通の生活とは違うけど、まあ、葵さんの場合は普通の生活やってるからね。例えばこう、毎日米田コーヒー行ってさ、飲んで食って、朝から夜までっていう、それ食費結構な金額ですよ、普通に考えたら。それができちゃうっていうね。すごいなと思うけど、
本当みんなね、生き方が面白いよ。あとは最近ね、オルガンライフさんも最近ね、チャンネル登録。動画解放軍の自兵さんですよね。今、オルガンライフっていうタイトルに変えてやっておりますけど、この動画も面白いですよね。オルガンライフさん。この間、ライブに参加してちょっとコメント入れて、読んでもらいました。面白いね。この方も多分 YouTube で生きてんのかな。なんか他にもチャンネル持ってらっしゃるって言ってたから。まあね、そんな感じでね。同じ富山の YouTuber さん、高人さんは、最近雪降ってる。まあ同じとこ住んでるからね。雪映像はね、街の中の雪の絵、どんな積雪なのかっていうのをね、車載動画で撮ってらっしゃいます。もう面白いね。自分はあまり外出ないから、すごく、参考になりますね。あ、大事な話だ。新さんマニア TV さんね、沖縄冒険編。恩納村冬の海。動画見てみようかな。ちょっと動画流せないんでね。ちょっとヘッドホンつけて、ちょっと聞いてみるかな。これいいのかな、こういう動画で。ちなみに今日はですね、2018年1月の16日火曜日にね、今この動画撮ってます。なんでまあ、この改めて審査の動画見るかっつったらね、私ね、沖縄に行くんですよ、沖縄に。で、審さんとお会いしようと思ってね、シンさんとね、なんで知り合ったのかなと思ってね、思い出せないんですよ。キニさんは覚えてる。キニさんは佐々木さんがつぶやいてるのを見て、僕がリンクたどったら、キニさん見つけた。しかも佐々木さんと知り合う前です。それきっかけで佐々木さんとも知り合ったっていうね。パナソニック HCW870M って書いてある。シンさんもこだわってるよね。映像とか編集とか。そこがすごいよなと思って。自分編集したことないから。これ何？波の音だ。波の音動画になってるよ、5分間。え？波の、そうだって波の音5分間やってる。これ何これ？波の音5分間やってるね。これ何なんだろう？砂浜にヤシの実が落ちてました。2008年1月中旬の那須で撮影。風が強くて少しひんやりしてましたっていう。 HCW870M はもう販売してないかもしれないです。へえ。すごいね。まあ、こういう動画が撮れるっていうのはシンさんのあれだね。やっぱこの辺の感覚は自分にはないところですよな。というわけでね、まあ、こんなこと話してる間にですね、会社からちょっと連絡がございましてですね、もう私仕事で第一弾の動画でね、仕事の件でブーブー言ってたんだけど、ちょっとこの僕のコーナーが拡大することになりましたね。
くりですね。何が良かったんだろう。なんでそうなったんだろうな。うん、まあまあいいや。うん、これ飲んでね。いや、まあ、すっきりじゃないよ。すいません。何が起きてるかわからんね。はい。ですね、ちょっとまあ説明するとですね、まあ、ちょっと僕の仕事ね、ちょっとまあ、まあこれ、ぶっきらぼうに言うとね、やめようかなと思っとったんですよね。やめようかなと思って、ちょっと思うところがあってね、やっぱりその、人がいいなと思うものを作るっていうのは結構しんどいんですよね。人がいいなと思うものを作るっていうのはちょっとこうしんどくなってきた、結局自分がいくらいいなと思っても、クライアントがいるわけだから、そのクライアントに対していいなと思うものをやっぱ作んなきゃいけない、最終的にはね、そこでまあちょっと結構悩んでて、もういいかなと、ちょっと疲れたからね、いいかなと思ったんだけど、その中で、僕の連載がですね、拡大する運びになったってことですね。まあ嬉しい話なんだけどね、嬉しい反面ちょっとしんどく、よりしんどくなってくるなっていう、もう話がね、ごちゃ混ぜになっちゃうね。さっき前に作った動画と話がね、途切れ途切れだから、じゃあまあごめんなさい、詳しくは前に作ったね、動画をご覧になってください。どんな、弁当食った動画のあたりに、今回の話の続きがあるんでね。意味わかんないね。ちょっと分かりにくいんですけど、まあね、そうそう、今ね、ちょっとシンさんのね動画見ながら思ったんですけどもね、前から思ってるんだけど、なんて言うんだろう、インスタグラムとかさ、ツイッターとかさ、それ用の写真を撮りつつ動画もやるっていうことがマルチにできるっていう、そのシンさんの才能がすげえなって思ってるんですよ。自分はそれができないですよね。なんかこう、みんなとこう食べると、食べることしかできないよ。自分の動画を撮るとかさ、そういうマルチタスクができない。一個しかできないんだよね。だから、シンさんは、一個の場で、たくさんのことが同時にできるっていう才能が、すごいんじゃないかな。それだよね。それすごいよな。僕、シンさんのインスタも、ツイッターも登録してるけど、動画でやってることが、リアルタイムで、やってるから、これなんて、どんな仕組みになってんのっていう、でもまあ人力でやってんだよね、これをね。これ才能だよな、これはな。シンさんなんかね、ちょっとメニエール症か、ご病気でやっていうことなんだけど、人間の才能っていうのはすごいよね。能力っていうのはね。そういうのをそう、さらっとやっちゃう。多分、シンさんは自分がすごいっていうのに気がついてないと思う。気がついてないと思うけどな。これ、パッと見ると、私から見るとね、すごいエネルギッシュ。そういう点で言うとさ、だから、キーニさんがなかなか行動できなくって困ってるってところ。まあもちろん奥さんがいらっしゃって家庭もあってね。で問題っていうか
日々やらなきゃいけない。もちろんちゃんと仕事されてらっしゃる。俺と違ってちゃんとフルタイムのね仕事されてて、結婚しててお子さんいらっしゃってる中でやってる YouTube、うん、っていうのと、またこうなんかこう面白いね、なんかね人それぞれ見ててね思います。今ね僕シンさんの動画 見ながら動画撮ってますけど、名物世界一のジャンボチーズバーガーっていうね、道の駅カデナ世界一のジャンボチーズバーガーカデナ基地を見ながら食べるっていう動画を今見てますけど、奥さんと一緒に食べてるところをね、いいね、なんかね、ごちそうさまでした。食っちゃった。ちょっと今ねシンさんの動画見てちょっと感慨深いなと思ってね、奥さんと二人でねこうやって楽しみながら動画撮ってて、羨ましくないですか羨ましいですよね。もちろんね、生活は大変だと思いますよ。これから生きていかなきゃいけないっていうところでね、この先の未来がどうなるか分かんないって、なんかそういうところでも、ジャンクルナイサーじゃないけども、まあでもね、ぶっちゃけるとね、今の日本は、なんとかなるね。なんとかなるよ、そりゃ。うん。二人が一応健康でさ、いて、うん、なんか、いくら沖縄でもね、うん、生きていく術っていうのは、今の日本っていうのはものすごい豊か自分なんかね、あ、引きこもりのプロって言って、引きこもりのプロっつってね、まあ生きてるぐらいだからさ、うん、すいません、だいぶ酔っ払ってきたのでこれで動画を終わりにします。すいません、次ちゃんとやります。はい。次ちゃんとやるっていうかね、ちょっとこの動画を見てちょっと感動しちゃったんでね、言葉に詰まりました。適当に作れないなと思って。うん、次ね、沖縄でリベンジします。うん、沖縄に行きますから、シンさんに、僕シンさんに会いに富山から沖縄に行きますので、まあ、その時まだ話しましょう。